州制覇の障壁、佐竹義重を討つ。奴に味方する者を一人体でも生かす。腕盛り城内の雑魚どもを速攻で蹴散らせ、奥州の覇者たる力を見せつけよう。政宗様は自ら先陣を切り裂く勢い。重実様、本陣をよろしくお願いいたします。政宗様、最上に動きありとのこと、北方も警戒しておくのがよろしく。いいよ、やってあげる。力はこんなものではないわ。全軍二の丸に攻め入り、義重を追い詰めよ。女将がいつ攻め寄せてくるやわからん。二の丸の勝負を迅速に打て。このところ連戦続きで兵は疲れている。その上に佐竹が戦とは一部、疲弊している将兵がいるようです。松山が起きなければよろしいです。孫一様に天下を切った者に、秀吉様と伊達の戦略様は歴然でございます。私は伊達、政宗様にできる盾と。いいよ、やってあげる。していらした。いいよ、やってあげる。力を見せつければなびいていただけるか。私以上に厳しいお方です。このまま逆らい続けたらどうなるか、どのようなお分かりいただけませんか。分かった。伊達に利がある。これより伊達に味方する。最上に対する備えを厚く出しましょう。黒幅木組の忍び方を東の砦へ。この勢いを計り損ねると。今日も軽いといらっしゃる。Oh, yeah.
伊達の力を思い知ったか。今よ、伊達勢江戸森城に釘付けにせよ。さすれば最上が容易に伊達本陣を奪える。やはりいいよ、やってあげる。足ならも出てきたか。計算通りよ。ここでまとめて打ち果たしてくれるわ。はっ、よ、組の皆さん、あとはよろしくお願い。アシナが伊達勢を城内に押しとどめている。その隙に伊達本陣を突くのだ。いいよ、やってあげる。やってあげる。開門。待っておったぞ、最上。ここで決着をつけてくれるわ。出張っておいでです。ご無礼ながらお見通しでござる。最上までおいでかい。人気者はつらいね、マサンネ。それで勝ったつもりか、マサムネ。来い、わしが貴様に戦を教えてやるわ。開門。ありゃ誘ってるぜ。マサムネが釣られなきゃいいが。戦を教えてやるだと？よう言うてくれたわ。その減らず口、必ず塞いでくれよ。ヨシアキの首、わし自ら取ってくれる。ご無礼ながら、お一人で突出とは継続か。なっ、おうよ。だこ世話の焼けるご主君でございます。敵が増えたじゃと。いまいまし、数が増えただけ。大したことはありません。マサムネ、貴様にはもうついていけん。わしらは今より最上につく。開門。何じゃと。バカめ、わしに逆らうならば根絶やしじゃ。見つかってしまったか。急ぎ引かねば。ゲーソルの警察の方とお見舞い。いいよ、やってあげる。上杉軍の動きを吐かせました。当初の手荒でしたが、貴重なお話を聞きました。上杉に備え、本陣の警戒を強めました。マサムネ様、無謀でございます。僭越ながら、あとは我らにお任せください。
王中の覇者を決める花場の陣営か。俺も混ぜてもらおうか。暴れてないね。ここはわし一人で十分よ。おうよ。政宗様、おけがはございませんか。無謀な真似はお控えください。サイダケ、オガミ、アシラ、すべて打ち破った。わしこそ欧州の覇者。このまま天下へ。開門。欧州の輪を乱す伊達の山犬ども、上杉の義によって成敗してくれ。真田幸村、剣山、日頃のご恩に報いるため上杉に加勢いたす。来たか上杉のおせっかいどもが。欧州は伊達のものじゃ。引っ込んでおれ。これに懲りたら二度と欧州に足を踏み入れるでないわ。欧州は制覇した。次は天下じゃ。次の政宗様の相手は天下人秀吉。並の敵ではない。何か方策を考え。